はい、トップウォーターで平続きいきます。ジャンプレイズポポペン 95F イエイ。あの際がいいんだな。よし、トップ出てきたぜ。よっしゃいや。ウェイイェイイェイイェイ、シャー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 レイ、ウーでっぷり平続き。いいとこかかってる。逃げる逃げる、よっしゃ。はいはいはい、いや皮一枚どこだ、顎にかかってたね。どこだろう、簡単に外れるよ。この辺にかかってたんじゃない、いやここか、違うな。いやフロントフックがこうかかってたのか。おー、丸々。まあこれもジャンプラ4番に変えた方がいいんだろうな。はい、今回はトップウォーターでいいシェイプをした平続きを釣ることができました。65センチ、3キロ弱ってところですかね。実は今回使ったポポペン 95F 最近すごく使ってましたけど、結構な数、多分5、6匹くらい連続でバラしてるんです。そこで最初からついてたフック、ジャンプライズトレブル MMH4 番より刺さりがいいかなって思えるガマカツの SPMH4 番に今回は変えてました。まあ刺さりが良くなるってことはパワーが落ちるということにもなるんですけれど、
あまりにバラシを連発してたので刺され重視のフックにしようと今回は変えたんです。で今回実際に釣ることができました。もともとトップウォーターってフッキングが決まらないというか、いいところにフッキングしない確率も高いんじゃないかなと思います。なので今回のようなフックチューンはありじゃないかなと思ってますね。とはいえ今回実際に釣ってみてフックを伸ばされたのを確認しました。なので今回のようにゆっくりとファイトができないような状況の場合はよりパワーのあるフックの方がいいかなと思うところがあります。どうするのが最善なのでしょうか。たかがフック、されどフック、追求するの楽しいです。なんだかんだ今回釣らせてくれたルアージャンプライズのポポペン 95F95mm で 16g あるので飛距離も出しやすく平続き釣りでも使いやすいですね。平続き釣り人生で必要な水面でドカン、ありがとうございました。ってなことで今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。ではまた。